Yaskawa Electric has developed an ankle assist walking device to help people who've had a stroke to walk more easily by encouraging a longer and more confident gait. 脳卒中患者さんなんかがですね、普段リハビリで使用されるようなですね、単化装具にですね、モーターが取り付いたような形になっています。で、このモーターを動かしてですね、足首をですね、つま先を持ち上げたり、逆につま先をですね、下に下げて踏ん張るような力を発生させて、歩行のですね、改善を図ります。靴の中にはですね、足を踏んでいるか踏んでいないかっていうのを判断するためのセンサーが入っていまして、それによってですね、歩行のタイミングっていうのをうまく取り込んで、患者さんの動きに合わせて足首をうまく持ち上げてあげることでですね、歩様の改善を図っています。人間のですね、足の伸長反射という現象を利用しておりまして、足首をですね、持ち上げることによって膝のですね、裏の筋肉が反射によって縮んで、足首を装置で曲げてやると自然とですね、膝が曲がって、さらにそれが曲がることによってももも上がるというようなですね、人間の足の筋肉のですね、生理現象をうまく利用してやることで、足首を曲げるだけでうまく足を上げてやるというようなことをですね、狙っています。また足首をですね、つま先を上げるということが脳卒中患者さんのですね、歩様の改善のためにもですね、一番重要な点になっていますので、足首のみをですね、アシストするというような形態をとっています。Yaskawa Electric is currently undergoing preliminary patient trials which have shown that the device has an immediate positive effect. Next, they will run formal clinical trials to confirm the therapeutic effects, with the release of a commercial version slated for around 2015. Dean for News.